エーミールと三人の双子は、エイリッヒ・ケストナー作の児童文学である。1935年を発表。エーミールと探偵たちの続編。1950年に、高橋賢治によって翻訳された、新潮社版では、K は雑誌というタイトルになっている。前作、エーミールと探偵たちから6年の歳月を経て、発表された続編。その間に前作が映画化されたこともあり。 作者がその映画撮影に出くわすなどといったメタフィクショナルな描写が随所に織り込まれている。本作の舞台となるコルルスビュッテルはバルト海沿岸の小さな海水浴場と記述されているが、前作のベルリンと異なり実際には存在しない。エーミールと探偵たちの冒険から2年後、エーミールは前作で友人となったグスタフたちと共に、 コルルスビュッテルの海水浴場に遊びに行く。グスタフは警笛をつけるためのモペットまで手に入れていた。イエシュケ警部はエミールの許しを得て母親と再婚し寄付となることにする。コルルスビュッテルで出会った芸人のバイロントリオはある問題を抱えていた。エミールと仲間たちは再び力を合わせ、トリオのメンバー、ジャッキーを救うために奔走する。全国書士番号。 450022860土井10.11501 1628346インケストナーエーミールと3人の双子池田佳代子役岩波書店岩波少年文庫シリーズ2000年全国書詩番号291230 ISBN 400から114019から 平成12年発行の岩波書店版に物語の中にある街との記述がある。ありがとうございます。